カーブササバは正面から葉を見ると笹の葉のような形状したササバと、横から見ると葉が縦に反り上がっているカーブ葉の2つの特徴を持っています。笹葉とカーブ葉のコンビネーションでスライドカットに最適です。直葉の場合、スライドカットの際髪の毛が葉に食い込んでいくのが分かります。カーブ笹葉の場合、髪の毛が葉先まで逃げるようにカットできます。また縦のカーブ形状からスライドカットがよりスムーズにできます。チョップカットなどのベースカットに使えます。カーブ形状ですので、より入れやすい角度でチョップカットができます。右からストレートのスライドカットです。左からストレートのスライドカットです。カーブ形状ですので、よりスムーズなスライドカットが可能です。右からコンベックスのスライドカットです。シザーズを逆に持ち、カーブを利用してコンベックスを作ります。左からコンベックスのスライドカットです。右からコンケーブのスライドカットです。シザーズを通常通り持ち、カーブを利用してコンケーブを作ります。左からコンケーブのスライドカットです。スライドカットで毛量調整を行います。表面を削るスライドカットです。ストレートにスライドカットします。ロングヘアは毛束を持ち上げて内側からスライドカットします。毛束を半ひねりして内側を表に持ってきます。内側の毛が切られているのがよくわかります。メンズカットではよく使うテクニックです。引き切りは引きながらカットをします。質感が変化し、ザクザク感が出ているのが分かります。ハサミを開いたまま無理にスライドさせると髪の毛が傷みます。切り口が白くむしり取られているのが分かります。